皆さんこんにちは、山チャンネルの山健です。ドラゴンクエストタクト、今回は今の山健にぴったりなガチャが出てきました。ほんとね、なんかそのガチャ運絶不調なんですけど、ガチャ運というか遊びの運が全体的に落ちてまして、でこの間のナンバーズも普段だいたいばらけた数字が出るんですよ、ナンバーズって。でばらけた数字をね、あんだけ買ったら予想した日に限って4433っていう普段じゃありえない数字が出るっていうね、そんな結果になりました。だからほんとね、翼にしてもこの、ドラクエにしても、他宝くじとか買ってもほんとね、どうにもならないっていう今そんな状況にあります。でそんな状況の中で始まったガチャがこれです。これね、なんかダブルチャンスのなんかスカウトなんですけど、ちょっと詳細見てきますね。違う、こっちからの方がいいか。提供割合で、普段はこの S ランクが大当たりなんです。 4% いつもより 1% 多くなってますと。で、A ランク以下はいらないんですけど、ほんと運が悪い時ってこの A ランクも出ないで、この BC ランクばっかり出るっていう、そんな状況に陥るんですけど、今回10連ガチャ、3回引けるんですけど、10連の中でこうね、全部 BC ランクしか出なかったら S ランクのモンスターが確定しているチケットを差し上げますっていう、そんなガチャになってます。だからハズレしか引けない人は外れた分後日大当たり確定のチケットを差し上げますよってなってるので、これはね、今の山県にぴったりなんじゃないかなって思います。だ一番いいのはこのチケットもらえなくてもこのガチャでも S ランクが当たっちゃうのが一番ありがたいです。でこの S ランクもし当たらないにしても、この A ランクを避けてもらって BC ランクばっかり、だからこれプレートがバーッと10枚出るんですけど、金色のプレートは今回外れっていう形になります。 A ランク確定なので、銀色のプレートばっかりで揃うか、もしくは虹色のプレートが入ってれば S ランク確定という形になるので、これだったら結構いい結果が残せるんじゃないかなって思います。はい、で S ランク、このガチャで当たるモンスターはこんな感じになっていて、この中だったら欲しいのがまずキラーマシーン2、あとは竜王の変身後の方、漢字の竜王ですね。あとデスピサロ、エスターク、あとは魔王オルゴデミーラ、アリーナ、この辺が出てくれればものすごいありがたいですね。ということで早速このガチャやっていきたいと思います。これ A ランクが1体だけ入ってるとかそんな状況だったらもう最悪です。はい、ということで早速最初の10連やっていきたいと思います。中途半端に当たらないで大当たりか大外れどっちか出てくれればありがたいです。はい、まずここほらスライム4匹、これはもう青、よし、これ全外れじゃないでしょうか。ほら全外れ、絶不調。これが逆転演出がなしで全部 BC ランクだったら大当たりチケットがもらえます。逆転演出なんかめったに出ないので、はい、 C ランク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 、いけるかな。はい、 B、 あと2体ぐらいかなと思います。はい、 B ランク、ラストかな、いきます。はい、大丈夫でしょう。
これで終わりかなって思うんですけど、はい。ということで、まあ、BC ランクしか出ないと。ね。18% の A ランクも S ランクも引けないとちょっと寂しい結果ですけど、これで大当たりチケットが1枚もらえます。じゃあ20連目いきたいと思います。そう、もうゼフ町の時はね、こうやって当たりが何にも出ないので、逆にありがたいかなって思います。悲しいですけどね、当たんないのも。ほら、またスライム4匹。ね、いきます。タクトが青。ほら、だってこれ20連して 18% が1個も引けないっていう今状態ですからね。運気はもうほんと最悪です。ただここは中途半端に逆転しないで、このまま BC ランクを引いていただければと思います。はい、エンゼルスライム。もう大外れですけどね。はい、Cランク。はい、鉄鋼魔人。はい、Bランク。Cランク。次ぐらい？次で終わりかな？はい。まだかな？よし！はい、ということで、20連目も何一つ当たりを引くことができませんでした。これで、どうなんだ？これもう1枚もらえるのかな？ 2 枚。大当たりチケットが確定になります。じゃあラスト、30連目いきます。本来、だからこれ 18% あるんで、10連したら2個ぐらいは、A ランク以上が出てもおかしくないんですけど、ね、何なんでしょうこのゼフ調査。いきます。最後ちょっとね、 S ランク当たって景気よく終われると一番いいんですけど、スライム4体、これ一番最悪な演出です。で、タクトの色がせーの、はい、青って、あ、金出ちゃった、金出ちゃった、金出ちゃった。ここはじゃあもうあと逆転演出で S ランクを狙えればと思います。どうだろう、ここ逆転しない。マッシュスライムってはい、ここ逆転しないね。ライノソルジャー、はい、レモンスライム、竜騎兵、ドラゴンバゲージ、終わりか。はい、ということで30連目はまあ A ランクのモンスターが2体出ました。今回はまあ A ランク出ちゃった外れなのであまり嬉しくないんですけど、はい、だから結果30連して A ランクが2体だけっていう、そんな形に終わりました。だからこれだと、あ、そうか、もうチケットがないから見れないんだ。はい、ということで多分後日2枚チケットがもらえるんじゃないかなって思います。ね、このバラモスゾンビとか欲しいですけどね、普通にやっても絶対当たらない気がするので、もう今は極力ガチャをやらないようにしています。はい、ということでガチャ系の動画は次回、来週末かな、翼のまたドリームフェスが始まるので、それはまあ引いていこうと思います。ね、なんとかそれまでに運気が回復すればなって思うんですけど、なんかね、長いトンネルに入ってるのでなかなか辛い状況です。ということで
今回はありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。山チャンネル TV の山健でした。山チャンネル見ようかな、よっぽり読めようかな、山チャンネル見ようか、やめようかな、山ラジオを聞こうかな、山チャンネル見ちゃおうかな、よっぽり